です。はい、どうもマジシャン佐野ちです。イエイイエイということでですね、今日ご紹介するのは、100均マジックシリーズということで、こちらでございます。じゃんじゃーん、ダイソーのですね、マジックでございますけども、ハッとするウサギということでですね、ハッとしますね。なんかね、ハッとする感じがします。はい、カードを回転させると、ウサギが現れたり消えたり、すでにちょっと嫌な予感がします。まあ現象こんな感じでございます。はい、シルクハットが書かれたカードがありますと。はい、で、カードを3回ほど回転させるね、シルクハットからウサギが現れましたと。大丈夫なのかなと思いながらですね、早速やってみたいと思います。イエイ。ランクはですね、中級となっておりますね。これ中級なのかなと思いながらですね、ちょっと見ていきたいと思います。早速ね、めちゃくちゃ嫌な予感がするよこれ。大丈夫かな。はい、じゃあですね、せっかくなので、ハッとするウサギ実践したいと思います。はい、ちょっとハッとするかもしれませんので、はい、カードがあります。こういう感じです。シルクハットの描かれてるね、絵ですね。でハテナとなっております。でこれをですね、こう回すわけです。って振ってある、私のアシスタントが出てきます。じゃじゃん、うさぎちゃんです。かわいいですよね。僕のアシスタントですよ。でおまじない解いてあげると、うさぎちゃんはいなくなってしまいますよということですね。どうですかね、使えますかね、これやって受けると思いますか。もしね、受けないんじゃないかという場合で、ね、コメント欄に書いてください。まあそれ受けるよっていう場合はね、書いてもらえれば、僕あのマジックの営業行った時にこれやりますからね。嘘です。どうも、動画をご覧いただきありがとうございますね。よかったらチャンネル登録お願いします。クリッククリック、サロッチでした。イエイイエイ。